P.D. どうも、P.D.R. さんです。先週はじめ社長が日本一の心霊スポットと言われている異例の森に行く動画を出して炎上現在動画は非公開となっており初めはは Twitter で謝罪しました動画で謝罪したらこの情報がもっといろんな人に広まるもんな相棒 慰霊の森って何慰霊の森は雫石町にある1971年に起きた全日空機と自衛隊機による衝突事故で亡くなった162人の方を弔うために作られた場所です。 なるほどもう少し詳しく説明しますと当時22歳の航空自衛隊の訓練生が戦闘機を使って訓練をしてました近づいてくるアナの旅客機に気づかず気づいた時にはもう遅く戦闘機の右の翼が旅客機の水平尾翼に衝突この衝突によって両機とも操縦不能になりました戦闘機のパイロットはなんとか自力で脱出して パラシュートを使って静観しました旅客機は姿勢を回復できずそのまま硬化し続けました降下速度はなんと音速を超えました上空約 5000m のとこで旅客機は空中分解し墜落乗員7名乗客155名が全員死亡しました墜落現場となった場所が現在の異例の森ですマジかそれを聞いて面白半分でそこに行ってどんちゃん騒ぎしたいと思う 思わないでもそこに行くおバカさんがいっぱいいてうさんくさい噂を広めるから心霊スポットランキングで1位とかになるんですよねどんな噂肝試し中の車に手形 <laughs> アホらしい車のエンジンが急に止まるいっぱい人が行くようなところだからそりゃ中にはエンジンが急に止まる人もいるだろう4人の若者が肝試しのために慰霊の森を訪れましたタクシーが後ろから追ってきたので車を止めたらタクシードライバーに車の上に女の子を乗せるのは危険だ と言われ女の子ななんてていないと説明ししたたら去っていきましたそんなの小学生でも信じないだろう。はい。で、肝心のはじめの動画を見たんですけど、動画非公開になったんじゃないの他の人が再アップしてた。ちょっとすいません。PDR さんが見たはじめの再アップ動画はもう消されました。で、他の人がまた再アップしたんですけど、それも消されました。で、今、YouTube に また一個上がってるんですけど、一番最初に再アップした人もちょっと低クオリティでアップされてたんですけど、これはさらにクオリティが下がった上に短くなってるんですよ。オリジナルは16分以上あるんですけど、これは15分しかないです。でもこれも消されるのも時間の問題ですね。ウームさんかなり必死にこれをこうなかったことにしようとしてるのが伺えますね。この動画が不謹慎であることは、 とりあえず今は置いといていや置いとくなよ。純粋に YouTube の動画としても面白くなはじめの動画すごい久しぶりに見たんですけどなんか昔はもうちょっとちゃんと作られてたような気がしたんですけどね気のせいかなすごい中途半端な動画でしたね何が中途半端だったの,の森に行くとといいうこと以外何もないなんかずっと行きたかったって言ってた割には行って何をするとか どんな動画にするとか決めてるように見えませんでしたねグダグダ動画は16分以上あるんですけど本編は11分24秒からえじゃあそれまでの11分は何なの動画を長くするためのどうでもいい映像あ<ー>せっかくなんで見てない方のために動画をまとめます、まあ、鼻息うるさく、ね、から始まってこの柄の悪いやつ誰縦面誰それ知らねおお。おう そこからいろんな心霊スポットランキングで1位だと伝えその場所で何が起きたかも教えてくれますだから「はじめもしかしたらそこで何が起きたか知らずに行ったかもしれないよ!」って言ってるやつ「街灯の中やばくない全くないっすね」「アイコンな」からの「のタ面ってやつがどれだけクズなのかについての話1分先の見えない細道」「<music> 当たり前だろディズニーランドへの道のりじゃねえんだから」ああ車が。 動かなくなる雪道だから道に迷う車を停車してる時に何かにぶつかって6分46秒経ってやっと車を降ります遅っぐねぐねした気が怖いなんか初め無理していろんなものを怖く見せようとしてないここまで7分ほぼ何も起きなくて見てて辛かったですねちなみにこれミーメイと一緒に見てたんですけど初めが熊いたらどうしようって言った後にミーメイが熊に襲われたら面白いのに 言ってました <noise> この辺から1.5倍速で見ました最初っから1.5倍速で見ないってチャレンジャーだな道に迷って戻るここまで心霊現象ゼロなので車に残ってるやつをビビらす <noise> 全然場所が違うと判明じゃあそこ全部カットしろよカットしたら10分以上なんないじゃん移動目的地到着そしてはじめ絶叫う <noise> んで えー、俺、なんかすげえ今、だって俺あんな風に見たことある。ない今までめっちゃあるし、結局絶叫した理由を説明してくれないの動画的に面白くないと思ったから、とりあえず叫んだんじゃないあ、はあ。そして車に取り残されたやつに、怪奇現象が。何が謎の怪奇現象だよ。雪が溶けて車に落ちただけだろ。長靴履けばよかった。 どれだけこの動画がノープランなのかが伝わるなそしてまた道を間違えるおい正しい道を見つけて階段を上る面白半分で来てないよということを見せるために二人はお祈りなんかちょっと聞こえたっすね鈴本はしかしカメラは鈴の音声を拾うことはできませんでしたなんだよっチリチリって言わんかった何も聞こえねえから そして頂上にたどり着いて事故で亡くなった162人のために建てられた慰霊範を見て初めはうわラスボスっていやなんか足跡的にも全然誰が来たとないしそんな雪の中真夜中慰霊の森に行くの YouTuber ぐらいだからなんかすごい悲しくなる気持ちがいやそりゃそうだろう遊園地じゃねえんだからそして動画で特に何も起きなかったからまた車に残ってるやつをビビ出す <laughs> 結局動画面白くないしメディアにめっちゃ叩かれて悲惨だね。何をどうしてたら叩かれずに済んだのかをちょっと考えていきたいと思います。動画作ってなかったら。まあそりゃそうだけどさ、動画の最後に書いてあった怖いというより悲しい場所だったということをもうちょっと強調した方が良かったんじゃないですかね。どういうこととりあえず大学のりは捨てて、いや、無理だろ。慰霊の森が日本のトップ心霊スポットだということを伝え、 そこで何が起きたかを詳しく説明します。うん。そしてなぜ多くの人が異例の森に行くのかを検証するために実際に行ってみる。うん。縦面のクズ話とか怖くないものを怖く見せようとするところは全部カット。それじゃ10分超えないから。で、<laughs> とかやらずにもうちょっとこう品のある紹介の仕方をする。品のあるいや無理でしょそして幽霊が出ないということを証明して、ここは怖いというより悲しい場所だ。 ということを伝え、最後は視聴者の皆さんに、ここは心霊スポットではなく、多くの方が亡くなった事故現場です。ということを教えます。うーん、そういう動画はウーム YouTuber にはちょっと無理だと思う。はじめのやったことをローガン・ポールのやったことと比べてる人いますけど、うーん、比べるのはちょっと違うと思います。ただ、はじめが自分がものすごい影響力のある YouTuber だという自覚が足りないと思います。うん。 日本一の登録者日本一の YouTube 事務所のトップクリエイターなんだからもう少し考えて行動した方がいいのではねえ。こういう炎上を続けてると自分だけではなく YouTuber 全体のイメージが悪くなるし自分の事務所ウームのイメージも悪くなります。そしてウームのイメージが悪くなったら株価がさらに下がる。株価がさらに下がるともしかしたら潰れる可能性がある。今言ったこと全部忘れてくれ。えはじめんはやっぱそのままでいいと思う。おい ハイセイウームの株価 UUUM は大きく値上げて3085円になっています1 0 2円、つまり342%の上昇です UUUM といえば、PR さんパーカー絶賛発売中です。ジップアップバージョンとそうじゃないバージョンがございます。興味ある人は下のリンクから飛んでいってください。UUUM はやくつぶれろ。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんはこの初めの異例の森動画についてどう思いますかぜひ意見をお聞かせください。そして岩手県民の意見もぜひ聞きたいです。特に異例の森の近くに住んでる方いましたら、 どういうお気持ちなのかをぜひ教えてくださいあと前回の動画と昨日ゴミ箱チャンネルでも動画出したんでぜひぜひチェックしてくださいと。